落とし穴の完成。なんでこんなところに穴があるの？わーい、ゆかりんさんも引っかかった。今日はね、あおちゃんとゆかりんさんと遊ぶんだけど、びっくりさせようと思うんだ。じゃーん、見て見て、砂がいっぱいでしょ。ここに穴を掘っていくよ。そこまで掘らないとね。深く掘って、ここに落とし穴の完成。すごいでしょ。こんなに深くまで掘ったよ。穴は完成したから、あとはあおちゃんとゆかりさんが来るのを待つだけ。あおちゃんがもう少しでここに来るって言ってたから、ここにあおちゃんの好きなアイスクリームを置いておこう。そしたらここの穴を通ってくるよね。あおちゃんが来る前に隠れておかなきゃ。あれ、おかしいな。いちかもう来てるって言ってたのに。あ、あんなところにアイスクリームが落ちてある。わー、おいしそう。ちょっと、なにこれ、出られないんだけど。わーい、やった、あおちゃん引っかかった。ほら、いちか、早く出しなさい。わー、ごめんね。でも、ドッキリ大成功。あおちゃん、ごめんね。今出すね。もう、よいしょ。お詫びにこのアイスあげるね。どうぞ。もう、しょうがないな。許してあげるよ。さあ、次はゆかりさんの番だね。ゆかりさんにまでするの？今度はね、この穴の中に、じゃーん、このスライムを入れちゃうよ。じゃーん、よいしょ、穴の中にドーン。わー、ゆかりさんが穴に引っかかりやすいように、じゃーん、今度はこの宝石を穴の前に置いておくよ。ゆかりさんが来る前に私たちは隠れておかないと。どうしよう、なんだかちょっとワクワクしてきちゃった。ゆかりさん引っかかってくれるかな。あら、二人はまだ来てないのね。あ、ゆかりさんが来た来た。先に来てると思ったんだけど。あら、あんなところに綺麗な宝石があるわ。綺麗な宝石、近くで見てみたいわ。よいしょ。あー、なんでこんなところに穴があるの？しかもなんだか変なものまでついてきてる。わーい、ゆかりさんも引っかかった。ゆかりさんでも落とし穴に引っかかったりするんだ。もう、あなたたち、許さないんだからね。大変大変、ゆかりさんがすごく怒ってる。早く助けに行こう。ゆかりさん、今引っ張り出しますね。もう、早くしてちょうだい。よいしょー。もう、まったく。私に落とし穴を仕掛けるだなんて、あなたたちぐらいよ。面白そうだったのでつい。まあ、でも楽しかったし、許してあげるわ。すごい、ゆかりさんって大人。でも、次はやったら怒るんだからね。はーい。最後にみんなにクイズです。あおちゃんは何につられて落とし穴に落ちたでしょうか？わかったらコメント欄に書いて教えてね。じゃあね。